本当にさ、もうダメって言われたら嫌だから。じゃあ、チャカに一回だけ電話してもいい？チャカに一回だけ電話してもいいですか？あ、すいません。じゃあ電話してみよう。でも結構いっぱいあってんのかな。まあでも、こんなん、あ、もしもし。見てます。聖四郎？聖四郎じゃねえ。ジャガー？俺今、見てますよ。自分以外の人間全員聖四郎だと思う病になっちゃってるから、ごめん。もう終わるですよね。すいません。でもね、なんか、ちょびっと延長してもらった。なんかカラオケみたいに言っちゃったけど。早めに終わってもらった方が、うん。なんか見てて辛いというか。は？え、今俺すごいっすね、結構見てて辛いインスタライブやってる俺もしかして。いや、なんかワンピース語るには早いっすでもそれはそう、それはごめん、100話も到達してない人間がその語るのはちょっと恥ずかしかった。俺もこっから多分めちゃめちゃ出てきて推しとかもう考えれなくなってきますよ。チャカも好きだもんね。あ、もうワンピースだ。推しがもう考えられないぐらいいっぱい出てくるからか。そうですね、もうだからサティちゃんとか、え、サティちゃんとか、サティちゃん、稲妻とか、そう、なんかチャカの方で俺に伏線張るのやめてくんない？そのワンピース自体に伏線がめちゃくちゃあるから、チョキチョキの実の稲妻とか、いや、だからチャカから伏線俺に張ってくんのやめてくんない？見た時に、あ、これチャカ言ってたやつってなってくのなんか嫌だから。あっという間に。ちょっと待ってて。はい、ごめんごめん。でもインスタライブ中ですよね今。そう、すいませんね、ファンの方との時間。今度やんない？一緒に飲みスタライブ。あ、やりましょう。白ワイン飲んでですね。白ワイン飲んでる。この前チャカさ途中から来たじゃん。はいはいはい。だからあれだけど、あの時もね、白ワイン飲んでた。あ、飲んでたか。あれ合流する前のご飯屋さんで、うんうん、ああ、そこで。そうそうそう。てか、いいっすね。ライブとか、その、ディズニーのやつ。あ、見に来たりした。そうそうそう。見に来てよ。うん。俺はチケット取れないけど。FNS とかで歌ってましたもんね。あ、そうそうそう。ライオンキングとかね。うんうん。めちゃめちゃ。ディズニーソングはなんか。なんとか取ってみます。え？なんとかチケット、どうにか調べてみます。多分もう、いっぱいだけど、ソールドアウトしちゃってるけど。あ、そうなんですね。うん、しょうがないか。まあでもどうにか見に来てみてよ。全然もうワンチャン木本くんリモートで繋いでてください。それ俺がめっちゃ怒られるやつだから。俺が歌いながら携帯に忍ばしてたらさ。いや、まあ、ワンチャン本当に日本の方一人ということで。てか待って、俺びっくりしてる。そのなんか海外グローバルにやってる人間がワンチャンとか言うのやめてもらえる？いやなんかその世界を目指すって言ってる人間がそのワンチャンとかを連発するのちょっときついわ。なんかワンタイムとかにしてくんない？ワンスとかさ、なんかいろいろ言い方あるじゃん。ちょっと英語マウント取んないよ。最近のごめんごめん、最近ちょっと英語ブームしてるよ。ちょいちょい出てました。うん、もっとスマイルしてよと。もっとスマイルしてよ。うん、いや、すいません、もうなんかその考えてほしい、そのキャラクターというかキラ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 ポジじゃないのとか今書いてあるけど、キラキラポジ、アホなん、マジで。ストーンズっていうカラーがまずあるじゃん。いやいや、その中で素、うん、が見えるときにキモさんキラキラしてるんですよ、アーティストの中に。うん、ファン心は分かります、ライブとか見てると。あ、本当？だからそのままでいてください。ありがとう、なんか今褒めてもらってんだ。じゃ、本当にそのファンの人がちょっとあれなんで、うん、すいません、時間取っちゃって。もう終わっちゃうってことはちょっと邪魔してますね今。いや、そんなことないよ。やっぱなんか一人で喋るのもいいけど、こういうコラボがある方がさ珍しいしさ楽しいじゃん。今度一緒にやりましょうよ。やろうよ。だったら別に明日でも。したらでもたまになんないと思う。
皆さんの、あ、ちゃんとコラボすればね、こういう、はい、でも俺も今日別に予告してたわけじゃないから、あ、そうだったんですね。そうそうそう、だから本当にあの日常に時たま舞い降りてきた彗星って感じだから。あ、はい、わかりました。ちょっと気まずいです。気まずいよね。ごめんごめん。時たまとか、時たまが気まずい。彗星はいいんですよ。あ、ごめんごめん。サムタイムスの方が良かった。ごめんね。それがうるさいです。歌いながらも出るんで。ごめんごめん。そう、歌い曲も楽しみにしてます。ソロ曲？うん、聴いてくれてないもんね、まだね。聴かせられてない。まだまだ聴いてないっすね。ぜひじゃあ買ってもらって。アルバムっすか？いや違う、シングルの、シングル、シングルのリングでついてくるんですか？あの、俺は B、 B、初回版 B みたいな。あ、それぞれ3、3でも、そう、版が違うの。それぞれ皆さん聴ける。そう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 、ちょっと楽しみです。まだ情報公開これからなんですよね。曲名とかは出てるけど、音源はまだ、うん、なるほど。俺の携帯にしかない。でも徐々になんかウェブとかで聴けたりみたいなありますよね。あると思うよ。そのたまに YouTube とか、まあなんかその解禁の仕方は分かんないけど、ちょっと楽しみにしてます。うん、また飯と、じゃあ飲みスタライブですか？飲みスタライブやろうよ。行きましょう。行きましょうじゃない、やりましょう。やろ。はい、じゃあ正式にオファーするね。それはまた、ちょ、正式にオファーかけてくれれば、ちょっと事務所に確認します。お前さ、同じ事務所なのよ。なんかそんなに、何、京本大我とやるのって結構事務所確認しないと問題。結構あの、まさきさんの顔もあるんで。そっち、そっち気にしてんだ。うん、今もちょっと不安っす。ちょっと後で確認して、あ、これが後々問題になんないかって不安ってこと。電話とかないかな。確かに、俺の父親の事務所のリューズアップが結構問題かもって。ちゃんと言わなくていいですよ。リューズアップが関わってる、その、ちゃんと事務所名フルで言わなくていいんですよ。俺初めて言ったかも、父親の事務所フルで、ちゃんとリューズアップ、うん、そんな現実味いらないんで。父親が作ったから、会社。あ、そうなんですよ。俺が小さい頃立ち上げた。そうそう。はい、じゃあまたね。また連絡します。すいません、はいはい、ファンの皆さんも。ちょっと、つかの間のひとときをこう皆さんでこうエンジョイして、うん、こうもう、すごいパーフェクトな時間にしてください。え？パーフェクトな時間を過ごしてください。あんま発音良くないんだね。嘘嘘。ありがとうね。またです。すいません。またまたまた。はい。またご一緒しよう。Take care. Bye. See you. See you soon. まあ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 、こんなコラボもありましたよと。すごい豪華な一日だったんじゃないですか。